群馬県菅羅群の範囲菅羅群は、群馬県南西部に存在する群である。人口2178人、面積3 6 5 8 2トル人口密度55.2人、軽平方メートル。以下の2町1村が含まれる。概ね蒸気の区域を合わせたものだが、行政区画として確定されたものではない。 1950年に解消した当時の軍域は上記の二丁1村以外では現在の行政区画ではおおむね以下の区域に相当する。明治以前までは神中若み流域にまたがる軍であったがその後の軍の再編によって緑谷軍との事実上の境界線変更が行われ昭和以降の現在の軍域が確定した。古代には 官僚軍として、俗日本記、和道4年に登場する。関からのトラ来人が多く住んだことから、からが変化して、官羅となったと考えられる。同年3月6日から一部の軍域から、タ後軍が設置された、片岡軍別地、タ後軍式内社は、後の一宮で、名神大社の抜き前神社と、宇芸神社の二社。戦国時代、国宝城の尾畑氏が、 上杉氏長尾氏武田氏御北条氏とあるを変えながら活躍した。しかし御北条氏滅亡に伴い尾端氏は国宝から離れた。徳川家康が関東に入ると、尾端藩と藤岡藩が置かれた。1600年に藤岡藩は海域。1616 16年には七塚市藩が置かれ、江戸時代は尾端七岡市で二分されていた。 小ば藩では後に、名和事件が起こっている。幕末には、下仁田戦争の舞台となった。1、富岡町2、黒岩村3、一宮町4、乳村5、高田村6、明義町7、小坂村8、西巻村9、小沢村10、月形村11、岩戸村12、青草村13、 下仁田町14、馬山村15、吉田村16、高瀬村17、北井部村18、秋畑村19、小幡町20、福島町21、荒屋村22、岩平村23、小野村。ありがとうございます。